はい、よいしょ、ファンコイさんです。よいしょ、どうも。今日も、はいはい、業界を、はい、騒然とさせていきたいと思います。スウォーディー始めたけど、はい、お客さんフェイス、お客さんフェイス、はいはいはい。で、これは、うん、なんかあの修理で持ち込まれたんだよね、うん、音が出ない、はいはい、うん、まず音が出ない問題はクリアしたんですよ。おそれスイッチが壊れてたんで、うん、スイッチ変えて、うん、で、ジャックもなんかちょっとガリ出てたから、うん、ジャックも変えちゃいましょうっつって、うん、ジャックを変えましたって、うんうんうん、で、この時点でちょっと音を出してみたいと、うん、あ、なるほど、いう感じですね。ほー、まあ貴重ですよ、66年とか60年代のファズフェイス。へえ。だって今いくらすんだよ。なんか40万くらいするらしい。もうなんか杯のようですね。こういう感じ、ちぎりをこういう感じで、はい、まあ音出してみましょう。出してみましょう。レッツゴー。これ音ちょっと待って、ちっちゃいんだよ多分。やっぱり音がね、ちょっと音振ってみて。かっこいいけど、音ちっちゃいんだね。あ、だいぶちっちゃいじゃん、これ。あんま変わってないもん、うん、なんか音が出てた時もなんか元気がなかった気がするって言ってたの、うんうんうん、だからもう一回預かって、うん、パーツを全て測定、はいはい、パーツ全部外して測定して、はいはい、うんうん、まあこれたちが悪いなみたいなのが分かったから、うん、ちょっとそれを交換していきたいなと思って、うんうんうん、一回これでちょっと修理していきます、うん、修理っていうかちょっとやっていきます、やってきます。はい、もともと音が元気がねえんじゃねえかっていう。そう、元気なかったんですよ。はいはい。で、うん、トランジスターっていう、まあゲルマニウムトランジスターね。ゲルマニウムトランジスターね。はい。で、だいたいファズフェイスだと、うん、その HFE っていうそのまあ原因の基準みたいなのがあって、うんうん、まあ基準の値みたいなのがあるんだけど、はいはい、それがだいたい100前後のものが多いんですよ。うん。で、これがそのトランジスタの HF 測り機械なんですけど、うん、これ先ほどの今トランジスタついてます。測ってみましょう。はい、てってれー、5です。 5? これ5って何が5なんですか。だから100ないはず、ないといけないはずのものが5しかないです、うん、血圧がだからさ、だから100ぐらいあったりそうなものが5、死んじゃう、死んじゃう、死んでるやん。5しかないんですよ。5しかないですね。はい。はい、で、これを、うん、まあ、100前後のものに。なるほど。はい。変えてみましたんで。はい。引いてみましょう。はい。これだから今、さっき5しかなかったものを、100に戻した。100に戻したんですね。ゲルマニウムトランジスター。はい。はい、ドン。なんかもう全然違います、ね。全然違うよね。100になった感じあるでしょ、うん、これってさ、うん、どうしてこういうことが起こっちゃうんだよ。やっぱ劣化でしょうね。ああ、なるほどね、うん、じゃあこれもともとついたトランジスタっていうのは、うん、そのヴィンテージだってこと。そうそう、ヴィンテージだった。だから貴重だったら NKT275 っつって、うん、まあ貴重っていうのはまあこれについてるからってことなんだけど、はい、うんうんうん、まあ劣化でしょうね。なるほど。ちょっともうちょっとこれ弾いてみようか。はい、何をありがたがってるんですかって感じじゃない。あ、
の、さっきまで古い弦がね。いや、だけど、錆びてる弦と一緒じゃん、逆に言うと。うん。古い弦をありがたがって、錆びてる弦を張って、喜んでるのと一緒で、うん、いいんすかと、それで。なるほど。っていうのをちょっと言いたいなって。で、うん、まあ、まずはこれを。はいはい。だから、音でりゃいいってもんじゃないし、うん、その当たり外れの、外れって言ってるの、ただただそれだけのもんじゃないかっていうところを、さらにちょっと掘り下げていきたいなと思って、うん。なるほど。数値をね、すべて測定したんですよ。はいはい。パーツ一つ一つの、はい、うんうんうん。まず、うん、非常に特筆すべきものは、はい、まあ、わかりやすく言ったところから言った方がいいかな。うん、こっちがその、しかるべき抵抗値なんだけど、うん、こっちが実測、うん、結構ずれてます。33キロのとこが 38.58 キロ、うん、次が結構やばくって、うん、470オームのところが637オーム、はい、だからもう 1.5 倍ぐらいになっちゃってるんですよ。見た目じゃもう全く分かんないし、音もちゃんと出ちゃってるんだけど、うん、もう全然違っちゃってるんだよね。うーんっていうのと、うん、あとは電解コンデンサーが 2.5 マイクロのところが、うん、まあ 2.35 マイクロで、うん、まあまあ別に合ってる数値なんだけど、うん、抵抗値が思っちゃってるんですよ。これね、優秀なあの機械で、うん、コンデンサーってそのコンデンサー成分と抵抗成分っていうのがあって、うん、その抵抗成分がなければない方がいいコンデンサーとされてるんですよ。なんでか説明するのはちょっと難しいんで、はいはい、まあその概要だけ言うんですけど、あのちゃんとしたコンデンサーだと、うん、まあ、限りなくゼロに近い数字が出てくるはずなんだけど、うん、はい、こちら、はい、まず数字が全然違ってます。20マイクロのところが、うん、35マイクロ、はい、で 2.4 オーム。あ、本当だ。もう全然違うんですよ。これも 1.5 倍になってます、うんうん、数字がね。で、抵抗値もちょっと出てると、うん、はい、で、こちら、はい、もうなんか音がピーとかださ、うんうん、ちょっとダメ。いや、音が変わって変わるんだよ。あ、そうなの、うん、そうそう。これ 2.35 マイクロ、うん、10.1 オーム。だからだいぶこれもうやられてますよっていう音なんですよね。で、まあ新品の似たような電解コンデンサーを測定してみると、はい、はい、おピンピンって言っても、それなんだピンピンって、あの、いけてますよっていう、あ、いや、うん、あ、大丈夫よってのピンピンだから、まあほぼあの25マイクロで、うん、これ25マイクロなんですね、うんうん、と 0.6、うんうん、ほとんど抵抗値持ってません、うん、っていうことが分かりました、うん、じゃあこれを、うん、ちゃんとしたものに変えてみようと、ちょっと付け替えますんで、はい、で、うん、電解コンデンサーをじゃあ交換して、はいはい、で、電解コンデンサーってやっぱその寿命があるから、うん、あの寿命ないタイプのコンデンサーに変えました。寿命がないってのがあるんだ。そう、あの今は結構ね、技術が進化してるんで、うん、あの結構でかい容量のものでも電解じゃなくて作れるんですよ。へえ。なので結構だから逆に言うとすごいオリジナルにこだわらないもので、うん、ちょっとやってみましたと。はい。電解コンデンサーを交換した。交換しました。はい。はい、オン。なんか、さっきより変なノイズが減ってるような気がするんだけど、ノイズもないし、うん、音すごいクリアになってる。そうだね、めちゃめちゃクリアになってた、ね、ちょっともうちょっと弾いていい、はい、違いますね。で、うん、まあここまで行ったじゃないですか。来ました。やっぱ
抵抗値さすがに 1.5 倍になってるのはまずかろうと、うんうん、いうことで、うん、ちょっとそれを変えていこうかなと。どんどん変化していくんですね、音が。変化っていうか戻っていく、戻っていく。そうそう、だから変化しちゃってたんだよ、だから。そうだよね、うん、だからどんどんさ、なまってなんか、だからお年を召していっちゃってたんだよね。はい、またパーツを、はい、今度は、この抵抗がね、すごくあの数値ずれてたんで、交換しました。はい、抵抗値が 1.5 倍ぐらいになってましたと。はい、正しい数値のものに変えたってことだよね。そう、はい、アースと変えました。だからこれで、うん、本来の、はい、当時の音になっているというか、はい、なるほど、はい、では抵抗を正しいに変えました、はい、オン。全然違いますよ。パズフェイスとかさ、うん、古いエフェクターとかなんかなんでこんなノイズが多いんだろうとか、うん、なんか使いにくかったりとかねあると思うんですけど、やっぱそこにフルオリのやっぱりあれがあるのかな。フルオリのあれがあるんだよ。だってもうこれ絶好調。いや、もう一応これで修理は完了なんだけど、はいはいはい、まあせっかくなんで、はい、ちょいプラでちょっとやってあげようかな、うん、ちょっとおまけ、せっかく動画に出てもらってるから、そうそうそう、おまけで、はい、ちょっとあの次なる、はい、今度一歩進ませたものをやろうかなと、はい、一歩進ませどうなんだ、ちょっと、はい、やっていきます、はい、はい、何が起こるんですか。修理だけではちょっとうちは終わりませんよと、おぉ、いうことをね、はい、ちょっとやってみました。はい、それ何かっていうと、はい、やっぱ気温とかでね、うん、ギルマってやっぱ調子悪くなってるんで、うん、トリマーをつけて、うん、調整できるように、うん、しましたと思う。で、結構ここで音変わるんですよ。それも面白いんで、どんくらい変わるかっていうのをね。はい、はい、オン。これをこのトリマーでちょっとずつなんかこう回していってもらえると、はい、やっぱ元気がちょっと元気あるけど行き過ぎちゃってる、はい、このくらいがいいんじゃないですか、このくらいですね。いやもうかなり絶好調でしょこれで。よく僕らがね、うん、古いものを信者って言われてるけど全然そんなことないですからね。だから古いものも認めつつやっぱ新しくする部分はしていかないと、うん、これをもうありがたがっちゃってる人とかいるんだよ。それなんだ、それなんだっけ、これコンデンサー、コンデンサー、うん、もう明らかに音悪かったじゃん、うん、でもやっぱこれがいいんですよねとかって言って、うん、古いのがいいと、そうそう、でやっぱオリジナル度保ちたいから変えたくないと、うん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 、で音もこれがいいはずだって言って、うんうん、でも全然違うでしょ、うん、もう性能全然元のもの維持できてないし、うん、恐れるなやれっていう、あれどっかで聞いたことあるどっかで聞いたことありますねってことですよ、やっぱり。もう、ギターと一緒かもね。まあ話したけど、その、一緒でしょ。うん、なんか使いやすくするのか、使うものにするのか、そうそう、だから、博物館行きにするのか。そう、だから博物館行くんだったらやっぱオリジナルでいいと思うんだけど、うんうんうん。その、ただその、この、まあ一番すごいのは、その、やっぱこの価値は結局下がるわけじゃん。うん、オリジナルとか下がると。そうだね。うん。それでも、全然構わないんで、好きにお任せしますんで好きにやってくださいって言ってくれたこの持ち主がやっぱり、うん、そのなんていうの、男気があるっていうかさ、うん、ちゃんと使いたいんでっていうことだから、うんうんうん、まあこれだけやらしてもらって、なるほどね、
なんか、音が出ないの修理だったから、うん、普通だったら多分もうスイッチ変えましたで、うんうん、終わりなんだけど。終わりじゃん。それが一番価値下げないからさ、うん、ジャック。だけど、あのジャックも悪かったから、ジャックも変えて、うん、これパーツも、ここ半分ぐらい変わっちゃってんだよ、だから。コンデンサーも変えて、ソード抵抗も変えて、トランジスタも変えて。だからオリジナル度はもうかなり低いんだけど、うん、これだったらなんかもう当たりの個体ですってなんか言われるじゃん、なんか。まあそうだね、これをなんか、ね、そう普通に持ってって、うん、これ絶対これで隠されてたらさ、絶対わかんないよね。わかんなくて当たりの個体って言われるわけじゃん。うん。だからなんか、目を覚ませと言いたいよね。目を覚ませと言いたいよね。だからもう壊れたこれに価値はないだろうっていう。ね、うん。で、これはもう必ず劣化、もう9割型劣化してると思ってもらっていいから、うん、電解割型がってる人はもうちょっと一回考え直した方がいいんじゃないかなって。だから、ヴィンテージ信者よ。目を覚ませ。俺も別にそんな詳しくないからさ、うん、何のこっちゃ何のこっちゃって思ってたけどさ、こうパーツを変えていくごとに音が明らかに変わっていくじゃないですか。うん、あそうだね。だからいい、しかもよく変わっていくじゃん。うんうん、悪くじゃなくて、うんうん。それは納得ですね。ね。ということで、はい、まあ、粋なお客さんの60年代 ?60 年代 ?60 年代のファズフェイス、うん。音が生まれ変わったと。生まれ変わったよね。なんか元気がない個体なんです、みたいな。うん。こと言ってたんだけど。あ、じゃあもうそれはもうまさしくそうじゃんね。そうそうそう。だから元気がない個体ではないんだよね、だからせって。性能を引き出してではないだけだから。うん。うん、いやー、ほんとこれはね、すごいいい話、回だと思うんだよね。うん、なかなか、ね、オリジナル度を高めたい人の方が多いと思う。そう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 。あの頃と同じ音を出したいって思う人の多い中でも、うん、ちゃんと使えるフィカとして使いたいと。そうそう。で、交換したパーツはもう全然、今売ってる、うん、まあ、全然高いものなんか使ってないから。ありがたいです。ありがたいですね。はい。はい、恐れるなやれ。恐れるなやれ。はい。ということで、恐れるなやれという、はい、ことでございました。パンコイさんでした。ありがとうございました。